私は南麻布地方音楽アート研究会の末岡と申します。まあ、我々の、団体略してピュアミュージカートなどと申してますが、いつもはですね、私と山田の2人が中心になって、我々は音楽を創作して皆様に提供すると、そして同時にですね、既存のクラシック音楽とかポピュラー音楽も同時に合わせて聴いていただくことで、お互いのシナジー効果というのを狙っています。で、本日はですね、クルーティストの岡部さんとギタリストの神谷さん、そして、ピアニストで作曲もされる西尾さんをお招きしてですね、皆様で、いろいろ、いろんな種類の音楽楽しんじゃおうというふうに考えています。でですね、今日の実は、セミナーのテーマなんですが、ずっと辿っていって、音楽の基本としてですね、基本的には人間というのは声をベースにして、旋律を作ってましたから、まあ、単旋律音楽というのがあります。それとあと我々が今、一般的に聴いているのは、旋律とその伴奏というような感じで、まあ、単旋律モノフォニーに対してホモフォニーと言ってますね。そしてバッハなどバロック音楽で集大成されたものとして、複数の声部で、組み合わせて楽しんじゃう音楽としてポリフォニーとなりまして、まあ、いろいろこの3種類の音楽が、今日いろいろ出てますので、時々ちょっとこれはモノフォニーだよとか、これはポリフォニーだよとか、これはホモフォニーだみたいなことは申し上げますが、実際にはこの3つの技法を組み合わせて、感動表現を作っている例が多いですね。で、早速ですね、このプレゼンテーションを、回しながら、コンサートやっていきますが、トップバッターは神谷さんのギターソロということで、ね、お願いしたいと思います。で、神谷さんはですね、まあ、いろんなコンテストでいつも高い評価を受けていらっしゃいまして、で、先日7月も私の家にいらっしゃって、 J.S. バッハの無伴奏を、相当な時間、こなされました。非常に、優れたギタリストでございます。で、早速神谷さんの演奏から参りたいと思います。で、最初は、禁じられた遊びのテーマですが、実はこれ作曲家の人が発見されまして、この方ルビーラさんという人が、作った音楽だということが分かっております。あ、それではよろしいでしょうか。譜面とかは、年代とかやりますか。よろしくお願いします。神谷と言います。私最初にギターを弾きたいと思ったのがこの曲ですね。映画自体1952年の、まあ、70年ジャパイなんですけど、誰もが知ってる曲だと思います。Thank you.
ターのための曲で、今の禁じられた遊びが多分日本にあの戦後クラシックギターを広めたあのきっかけになった曲だと思うんですね。で次に弾くのはですね、1852年、100年以上あの遡りますけれども、フランシスコ・タレガっていうスペインの、ギタリストであり作曲家の、これ現代ギターの父と言われているんですけれども、それの代表作のアルハンブラの海で、これも皆さんあの知ってる曲だと思います。でこれをあのうまくなりたくて、若い頃頑張ったんですけど、実は人前で弾くのはあんまりあの、あんまり弾いたことないんです。今日もギター仲間何人かいるんで、多分私が弾くのは初めてだと思います。あの短いバージョンで。ギターでトレモロというんですけれども、この続けてあのギターの音はこう弾くとだんだんしぼんでいくわけですね。でトレモロだとこのだんだん大きく音を出せるというメロディーがそういうことで、ギター本来そういう曲なんですけど、次に弾く曲はですね、バイオリンの曲です。ギターのためじゃなくてバイオリンの曲を
これはバッハ音楽の父といわれるバッハの、まあ、代表的な曲なんですけれども、シャコンヌという曲を弾きます。でこれなぜここで弾くかというと、やはり編曲ギターで他の曲の編曲をしたものでですね、いろんな昔は当時流行った曲とかいろいろやられたんですけれども、音楽的にすごく有名な曲をギターで弾いて、アンドレス・セゴビアという人が初めてギターで弾いてですね、世の中を驚かしたという曲ですね。まあ、それ私は20年代とかそのぐらいだったと思いますけど、で、ちょっと次のにバッハの四重譜が出てくるんですけども、オリジナルの曲と下にギター譜を編曲したものがあって、まあこれ全部はないんですけれども、まあ弾き始めます。とても長い曲なんで、ギターの曲にしては。で、まあ、皆さんはできましたら生まれてからこの方のことを思い出しながら聴いていただくと、まあ、いろんな思い出を胸に聴いていただければと思います。私はこの感謝の謝を字を持ってですね、感謝の魂とか言って謝魂って呼んでますけど。Thank you.
Thank you.
の中、はい、ありがとうございます。次はですね、実は私、ピアノ音楽の創作というのを、まあ、半世紀ぐらいやってるんですが、この中で大昔創作した曲で、前奏曲第2番武蔵野という曲なんですね。でこれをギターに編曲するなんて話がありまして、まあ、ギター以外に、オーケストラですとか、あるいはフルートとピアノとのアンサンブルとかいろいろやってるんですが、まあ、ギター1本でどこまで表現できるかということで、まあ、神谷さんとちょっと研究をしまして、で今日ちょっと、まあ、10分以上の長い曲なんですが、3、4分のサーリブンをですね、聴いていただこうと。で雰囲気的にはですね、もともと武蔵野 の自然美というのに、私もあの三玉の出身でして、武蔵野の自然美に感動して、それで創作した曲なんですが、今日はどちらかというと、まとめで、綺麗な景色を見ながら、女性を口説くような、まあ、セレナーデ的な雰囲気でですね、神谷さんに演奏していただけたらと思っております。それではどうぞ。
それでは、どうも、こんにちは、ありがとうございました。じゃあ、ちょっとこれ、ちょっと下の方に置いておけば、いや、すいません、ありがとうございます。この曲は、まあ、いずれまた全曲をね、お聴かせいただければと思います。ありがとうございました。では、その次は、岡部さんの、岡部由美子さんにご登場いただいて、岡部さんはフルートを長年、なんかオーケストラにも入っていらっしゃっていたみたいで、フルート奏者としての長年のご経験があって、コンクールに入賞されたこともあります。それとあと、ギターも演奏されるということで、まあ、両方楽しんでいらっしゃるんですね。で、実はですね、こちらも岡部さんの方にも楽曲を提供しておりまして、これがですね、無伴奏フルートソナタという、まあ、第2番とありまして第1番もあるんですが、実はもともとこれ、テナーサックス用に作曲したものなんですね。これをフルートに編曲しましたら結構フルートって美しいんで、怒りという第1楽章怒り憤怒というテーマなんですが、これがですね、なんか軽妙な怒りをですね、リズミカルなダンスに変えたような感じになっています。で、第二楽章はゆったりとお母さんの愛情を表現しようということで、創作しておりまして、一楽章と二楽章を続けてお楽しみくださいませ。
外初演2曲目でございました。どうもありがとうございます。この曲はですね、典型的なモノフォニーと言えるかもしれませんが、さあまあ2楽章の後半のタタ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 タってこういう大砲的な遊びを除いてはもう完璧なモノフォニーと言えるかもしれません。ではその次どんどん参りましょう。今度はですね、神谷さんと岡部さんで、ピアソラの楽曲ですね。で私ちょっと誤解してたのは、まあ、タンゴというとこのイラストみたいにですね、男女で、まあ、踊る絡み合って踊るようなシーンっていうのがイメージとしてあるんですが、実際にはそのピアソラさんというのはね、その踊るよりもインストルメンタル音楽だけで表現しようっていうことを中心に活動されてたというようなお話をさっき聞きまして、今回はこの組曲4曲の中から2曲、1曲から1曲をやるということになるかと思います。ちょっと挨拶をさせていただきます。今日はこのような会場で主演者さんはじめ皆様にのご支援で演奏ができること大変嬉しく感謝申し上げます。ありがとうございます。でそれから相方のギタリスト神谷さんとご一緒にさせていただきまして大変嬉しかったです。後でご一緒されて、西尾さんピアニストの作曲家の西尾さん嬉しく思っています。さて先ほどの、ソロのフルートの曲を末岡さんが作曲なさいまして、大変難しくそうですありがとうございました。さてそれでは作曲、3曲あとデュオでお届けいたします。じゃあ最初はフルートとギターのために作られた曲です。そうですね。ピアソラの、4曲からなる組曲の中の2番目の曲を thank you.
次が編曲ものです。本来ならピアノの方がいるんでピアノの伴奏が本来の次にいたで
り合いのある方ですね。そうですね、まず長岡克美さん、ギタリストでいらっしゃいます。で、18の頃に初恋を経験なさいまして、なんとその恋人の方がフルーティストなんだそうです。で、この曲はその当時のフルーティストの方のために作曲された風という曲なんですけれども、その長岡さんから半年前にご所望がありまして、ぜひ一緒に演奏してもらえないかということで、今年の9月に実は一回長岡さんとご一緒に演奏いたしました。で、今日は、その神谷さんとご一緒させていただきます。大変素晴らしいいい曲で、こちら長岡さんはイタリア在住の、ジェノバ18歳から確か行ってるはず。ね、18歳で行って、それで割と長岡さんとご一緒される、一緒に演奏される方がフルートじゃなくて、マンドリンの方が多いんですね。それで勘違いされて、風という曲はギターとマンドリンのための曲というふうに勘違いしてらっしゃる方が多いんですが、実はフルートのために作られた曲です。西尾さん、作曲家の西尾さんが、アンサンブルに加わります。西尾さんはですね、ちゃんと、私とか山田と違ってですね、ちゃんと音楽家関係の
学校を卒業されてですね、非常に何て言うんですかね、華麗な旋律とか和音を用いたですね、美しい音楽をいろいろと創作されています。で、創作するだけじゃなくてピアノも演奏されますし、本日はですね5曲ほど、世界初演をさせていただきます。2曲は編曲のものですね。あと3曲は彼のオリジナルのもので、まずは、フルートとピアノ、それとあとで、神谷さん加わって、トリオということでやらせていただきます。はい、何かコメントありますか、西尾さん。はい、とりあえず、聞いていただければと思います。はい、よろしくお願いします。編曲を超える素晴らしい編曲、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
これもまた有名な曲の編曲ですね。編曲はすべて変奏曲風にしてあります。最初に主題が来て、あとはいろいろ面白く工夫して作っています。ではよろしくお願いします。その次の楽曲もどうぞ解説を。はい、まあ、人には忘れられない思い出の人がいらっしゃると思います。その思い出の出会いの季節を単純に曲にした作品です。具体的には初恋の思い出です。Thank you.
ドはギターも関わってですね、バッハの、ポリポリの伝統を引き継ぐ三世のインベンションというのをお楽しみいただきます。ギターとフルートとピアノでそれぞれ声部を分けて、それでお互い掛け合いをするという楽しみです。ピアノやってる人でしたらね、子供の頃からバッハのインベンションとかやったかと思うんですが、これはもう3世でやるということで、それではお願いいたします。追憶という曲ですが、何か一言西尾さんお願いできますか。はい、人にはみんな、年を取ってくると、思い出がたくさん出てきます。楽しいことばかりでなく辛いこともあります。出会いや別れ、悲しい別れもあります。でもどんどん年を取って、いろいろ人生振り返ってみると、その辛かった思い出も寂しかった思い出もみんな美しい思い出になって、そこからまた心の教訓というものを学び取ることができると思います。今までにこう出会ってくれた人、そしてこれからも出会うであろう人たちに対する感謝の気持ちを込めて作りました。この曲が皆様の思い出に思い出を美しく彩ってくれると願っています。では、お聴きください。はい、この曲はですね、山田の CG で、風に吹かれる空の雲みたいなCG があるんですが、これと一緒にちょっとお楽しみいただきましょう。はい、それではどうぞ。Thank you.
どうもありがとうございました。はい、それでは、私はですね、ピアノ音楽創作というのが子どものからの趣味でして、最近ですね、詩の12の詩集をと、あとピアノインプロビゼーションの4番を中心にピアノライブリサイタルを、11月24日にやりました。で、今日はですね、その中から主に新しく今年リリースしたといっても、作ったのはかなり昔の曲が多いんですけども、これをちょっと披露させていただこうかと思います。今日はですね、現代音楽家の菅野さんがいらっしゃってますが、まあ、調整音楽ですので、調整音楽ですか。それでですね、基本的にはできるだけ簡素な、譜面で、それでゆったりまったり感動してもらうと、そういうコンセプトで創作しております。では早速、なぐっからやりたいのですが、ちょっとピアノの音を調整してみましょう。はい、嘆きをですね、ハープシコードの音で楽しんでいただこうかと思います。まあ、もしかしたら、オーストリアのですね、作曲家が17世紀に、キリスト教の保護を やっていた織田信長の死を悼んで、創作した曲だったのかもしれません。はい、ではやります。第6番、詩の第6番、実りという曲ですが、これは
ドピアノのモードでやっていきたいと思います。これは、実はテーマが2つあってですね、もしかしたら史上で、一番短いピアノソナタかもしれません。はい、ではやりますね。はい。還暦の祝いの時に、ちょっとこの曲を披露しました。中間部にですね、即興演奏がある、テーマが、繰り返される単純な楽曲です。まあでも軽くていいじゃないっていう人もいます。はい、ではやりましょう。弾くべきでした。失礼しました。でも合ってる。合ってる。あ、そうですか。この曲に。そうです。もともと電子ピアノで作った曲なんですよ。はい。で、その次ですね、これはちょっと。
これがですね、テーマを単純に繰り返すだけなんですね。で、まあこれ初心なんて、初心忘るべからずの初心なんていうのを、書道の、イラストを、提示してますけども、要はどんなプロになっても、初心忘るべからずということで、ピアノの音楽の入門みたいな、楽曲をご提供しますが、決して簡単な曲じゃないです、はい、単純であれば単純であるほど難しいというのがどうもあるみたいですね。ではやってみましょう。以上でございます、この曲は本当典型的なホモフォニーですね。旋律があってその伴奏がある。だからただし一番最後に、モノフォニー、単旋律だけで皆さんに感じていただくというような感じで、終わらせてますが、はい、ではちょっと長くなりますが、ピアノインインプロビゼーションの第4番、私が結構若い頃に創作した楽曲なんですが、第一楽章と第二楽章がありまして、昔坂本龍一さんが YMO という、バンドを、作って活動していた頃に彼の音楽にも影響を受けてですね、ちょっとアジア風味の中国大陸の、言ってみればタイ人の音楽、あの大きな人とかいうね、要するに広い心を持った寛容の人っていうような意味なんですが、そうです、あの大陸を流れる大きな川のような、まったりゆったり無意自然な感じで演奏できたらいいなと思ってやりたいと思います。で第一楽章と第二楽章続けて、やりますのでよろしくお聞きくださいませ。はい、
が第二楽章ですね。はい、第二楽章になりますよ。この長いストーリーに対して短く変化を返すという、この日本の万葉集の伝統に基づいております。はい、ではやります。写真はですね、これ中国の慶仁ってところなんですね。で、この場所ってね、ベトナム系の住民が住んでるところなんですね。で、やっぱり我々はお米作りますけれども、彼らもやっぱり水田工作というのは伝統としてあるみたいで、非常に綺麗な水田の写真と、あとはこれはこの川の流れに沿って、この何ですか、これ石灰岩か何かの山なんですけど、この山が浸食して溶けてですね、こういう面白い地形になっている、観光地と住民地と有名なところですが、私この写真大好きで、今回使わせてもらいました。では次、さっさと次行きましょう。ちょっとワンポイントプチセミナーの時間ということで、非常に短く、お話をさせていただきます。で、まあ、SDGs のこともですね、何か話せというセンター長のご指示なので、今日はですね、風対策ということで、やらせていただきます。はい、どうぞ。これちょっとシンコロが流行りたての頃にですね、私も経営コンサルティングしてるんですけども、できるだけですね、自分の力でですね、風に対応できないかというようなことで、こういうプレゼン資料を作ったことがあります。で、趣旨としてはですね、いろいろ風が流行ってもですね、家の中でしっかり直すことで、社会的な弱者、つまり高齢者の方とかハンディを持っている人が普通に社会生活でできるようにするにはどうしたらいいかなということで、まず我々健常者がですね、ちゃんと、発酵食品とか野菜とか食べて、それからいい運動をして、いい睡眠をとってですね、免疫力をつけようと、やっぱりウイルスと対峙してですね、
免疫ウイルスとの頂上発で免疫力というのは高まりますので、多少汚い環境が必要なんですね。まあ、とはいってもですね、変なウイルスに、余計な、感染をすることはやめた方がいいですから、手洗いとかうがいとか換気はやりましょうねということですね。で、あと働いてるんであれば、まあ、働き方は改革をして、まあ、在宅勤務とかありましたけれども、仕事を効率化することで、間接的に感染リスクを高めるような、テクノロジーを推進したらどうか。で、風邪をひいたら、まあ、事情が許せばですね、家族全員で蟄居閉門してですね、皆さんが元気なまで、あんまり社会的に、感染を広めるようなことは避けようと。で、実際感染した人はですね、一生懸命この、ウイルスが内部で入り込んじゃって発熱してますから、そのウイルスをやっつける兵器を免疫システムが開発して、開発したら提供してなるわけですね。そのためには水分をよくとって、睡眠とって、それからビタミン C など果物をいっぱい食べると、私も1週間果物だけでですね、インフルエンザに対応したことがあります。まあ、そういうようなことで、まあ、お医者さんにかかるのはできるだけ、最後の最後に取っておこうと、まあ、最近ではワクチンなど接種っていうのを社会的にやってましたけれども、理想を言えばですね、医療というのは一番最後の伝家の宝刀にしたらどうかなというのが私の考えであります。以上であります。はい、では次行きましょう。はい、今日のテーマは、音楽の、成分の処理のやり方として、単旋律モノポニー、それからバッハなどバロックで集大成された、副旋律の遊びであるモノポニー、それと旋律と伴奏の音楽という、この現代では普通にはこういう音楽が使われているんですが、それぞれ例を持ってですね、挙げますと、単旋律は先ほど、岡本さんに演奏していただいたフルーツソナタ、これがもうほとんど単旋律で、少し大法的な手法もちょっとありましたけれども、ほとんどこれモノフォニーですね。それから副旋律は西尾さんの三世のインベンションについてでした。それから、普通のホモフォニー音楽っていうのは禁じられた遊びとか、あるいは先ほどの私の始めなんかが、そんな感じですね。これはもう一般的にそうですね。ところが実際はですね、これらをいろいろ組み合わせてですね、感動表現を、実現するようなことが一般的に行われているのかな。例えば、単旋律の音楽でも、ポリフォニックな表現とかホモフォニックな表現がありますし、それから副旋律音楽にも、単旋律だけ弾くところもあるし、旋律と伴奏みたいな表現も当然入っています。それから旋律伴奏音楽について、モノフォニックホモフォニーって、まあ、書いてますけども、最後の初めの、さっきの初めの最後の方なんていうのは単旋律だけでやってますから、まさにそれがモノフォニックホモフォニーってことになる。で、ポリフォニックホモフォニーなんて私勝手に命名するのがありまして、これは例えばタタ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 タみたいなところとか、あるいは先ほどの刹那、刹那っていうのもありますけど、さっきのこのの組み合わせでやってまして、それからあとこんな楽曲もあります。この左の方はという旋律がありましてね、似たような動機を組み合わせて、ホモフォニーでもポリフォニックな雰囲気を出してですね、
楽しく楽曲を構成しましょうというようなこともやってますねというお話でございました。以上でございます。では山田さん、ちょっとご説明、じゃあ簡単に説明してですね、はい、まあ、皆さんに大工の代わりに山田を切ってもらうと。そう、今日大工やってるんですよね、こがけんのね、うん、この、ね、山田の、ね、交響曲も楽しいですよ、うん、はい、どうぞご説明。今皆さんにぜひ聴いていただきたい曲ということでこの曲を選びました。何回か2011年に初めて作りまして、何回か改訂してるんですけども、今年もまた改訂しまして、それを聴くのが皆さん最初になります。皆さんが最初の人たちになります。はい、なぜ、まあ、ソフトウェア音源ということで実際の演奏ではないんですけども、なぜソフトウェア音源かといいますと、まだこう実演がされてないということなんです。ですが、ちょっとチャンスが到来しているかもしれないということをちょっとお話ししたいんですけども、共通の友人を介してですね、指揮者の方にお会いしてその楽譜を渡すということができるかもしれないというこういうことが ありまして、先日私は楽譜をコピーして、製本いたしました。それをぜひ渡したいと思っています。皆さんにもぜひですね、いろいろな面でご支援をいただきたいと思っています。ですが一番今支援していただきたいのは先日といいますと今日ですね、ドジャースに移籍が決まった、大谷翔平選手にぜひ支援していただきたいと思います。半分冗談ですけど、はい、演奏時間は約40分強ということで、長丁場になりますけど、ぜひ最後までお楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いします。4楽章あるんですよね。4楽章ですね。はい、はい、では。
これ四楽章目ね、タン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 でさ、いろんな楽器が入ってね、遊んでるって感じで、はい、一番最後はビブラフォンのモノフォニーで終わりって感じですね。四楽章目はなかなか非常に楽しい雰囲気がしますね。はい、どうもご清聴ありがとうございました。まあ、あのちょっとプログラムも改善して、また引き続き3つ残ってまして、毎月開催します。で1月はですね、展示会 と、音楽と組み合わせるということになりまして、2月が協奏曲特集ということになります。で3月はまたちょっと私の、前奏曲を12曲披露しようかなと思っておりまして、まあ、そういうことで、すみませんが、懲りずにまたお付き合いくださいませ。どうもありがとうございました。で